ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。이런 만화 어디 만화에서 이런 사람 있지 않습니까? 토요일 일요일 방송이 그 한국 보도하는 방송이 엄청 많았어요, 진짜. 다 방면에서. 영상부터 보시죠. 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、韓国の警察は飲酒運転を取り締まる際、運転手が息を吹きかけなくてもアルコールを検知できる機器を試験的に導入しました。ソウル近郊ではおととい夜、飲酒運転の取り締まりが行われ、新型の検知器が導入されました。長さ1メートルほどの棒の先に装着した検知器で、運転席の空気中にアルコールが含まれているかを調べる手法で、運転手が息を吹きかける必要はありません。警察官と運転手の接触を減らすことで、感染拡大を防ぎたい考えです。ただ、呼気を測定する機器で改めて確認したところ、アルコールは検出されず、手の消毒液を検知してしまうケースがあることが分かりました。韓国の警察は課題を改善した上で、新たな手法の取り締まりを全国に拡大していく方針です。まあ、郡司さん、韓国は徹底してますね。はい、そうですね。極力その接触を減らすというその取り組みっていうのが、こういったところからも見えてきますし、昨日19日にトランプ大統領とムーン大統領が電話会談をしたということで、その中で韓国のこのコロナ感染に対する対応というのは最上の模範となったと評価された。そういった話も出ています。まあね、そのマーズの教訓というのもあると思いますけども、はい、昨日は韓国で、感染者8人ということなんですが、このあたり、この後韓国ソウルの原田さんに聞いてみたいと思います。郡司さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、韓国から原田さんですが、今日は濮陽市というところに行ってらっしゃいます。原田さん。はい、そうですね、私がいるのはですね、ソウル郊外の京畿道の濮陽市という場所なんですけども、こちら私がいるの住民センターなんですね。ここでですね、実はコロナの対策の支援金の支給というのが受付が行われていまして、仕組みとしてはですね、こちらの屋外のですね、窓口で用紙に記入しますと、2階のですね、申請窓口に行って身分証を提示しますと、私の手元見えますでしょうか、このようなですね、プリペイド式のカードで、支援金というのを受け取ることができるんです。こちらの市内限定で、使えるプリペイドカードなんですけども、はい、1人当たり所得制限なく5万ウォンということで、だいたい日本円でいうと4500円ですね。うん、ですから、家族、例えば3人で支給すると、この15万ウォン分、私が持っているこの15万ウォン分がもらえるというような仕組みになっています。うん、そして韓国のですね、この経済支援の仕組み、ちょっと複雑なので、はい、整理してみました。うん、こちらご覧ください。1番目がですね、この濮陽市、私がいる場所ですけども、はい、ここでは1人当たり5万ウォンの、うん、プリペイド式のカードでの支給というのが行われています。うん、そしてですね、日本でいうとこの県に相当する京畿道というところからも、同じようにですね、こちらは倍ですね、1人当たり所得制限なく10万ウォン、だいたい9000円ぐらいですね、はい、日本円でいうと。うん、これも窓口で申請、もしくはオンラインでも申請してカードで入金ということも可能で、うん、この2つについてはですね、すでに、開始されています。はい、そして最後がですね、国の支援なんですけども、うん、これはですね、最大で10万ウォンということで、うん、だいたい4人世帯だとこのぐらいの金額になるということなんですけど、日本円でいうとだいたい9万円ぐらいですね。これはですね、今まさに検討が具体的に行われているところなんですけども、うん、所得制限をですね、皆所得の 70% に限るか、それとも所得制限をつけずに、すべての世帯に行き渡らせるかということでですね、うん、今まさに国会でですね、検討が行われているというところになります。これ、皆さん受付されてますけど、もう2階に上がったら、すぐその場でプリペイドカードがもらえちゃうんですか？はい、
そうですね、早いですね。見ていると実際ですね、身分証明書をですね、持ってきて、でそれを窓口に出しますと照合してですね、まあ、ものの 2,3 分で皆さんカードをその場で受け取って帰っていかれますね。まあ、で、はい、これ市内、まあ、100万都市なんですけど、100万人いる都市なんですけども、うん、大体39箇所の場所でこういった窓口が設置されているということで、皆さんフラットですね、徒歩で来て申請してその場で受け取って帰っていくというような仕組みになっています。つまり日本でいうと市、県、国がそれぞれ支援してくれるということですね。はい、それからそうですね、3段階で、はい、昨日は韓国は8人ですか、感染者。そうなんですよ、こちらもですね、ちょっとグラフでまとめてみましたけども、まあ、全体の感染者の累計で言いますと、1万人を超えてしまっています。まあ、日本の方がですね、昨日上回ったという統計になってますけども、まあ、日ごとで見ますと、まあ、一時期900人まで増えていたこの新規の感染者がずっと減り続けまして、うん、昨日はついに1桁を出したということで8人でした。そして今日はですね、少し増えまして、それでもまあ13人に抑え込まれているという状況になってます。うん、これまあ、韓国はですね、その新型コロナが流行し始めた時に、はい、ドライブスルーなどを使って徹底的に PCR の検査をやりましたよね。やはりその成果みたいなのも出てるんですかね。そうですね、そう思いますね。まあ、韓国のですね、この対策というのを見ていますと、まあ、主に3つ大きな特徴があるかなというふうに思います。まあ、1つ目はですね、まあ、大量のまさに先ほどおっしゃったですね、この大量のウイルス検査で、まあ、疑わしい人について洗い出しを徹底しているというのが言えると思います。うん、まあ、無症状の人も含めてですね、まあ、もうこの陽性の人をあぶり出して、徹底的に隔離していくという施策です。そして、まあ、2つ目がですね、まあ、その感染経路の調査と情報公開を徹底しているというのが言えるかと思うんですね。うん、まあ、1人感染者が出ますと、まあ、その人が事前にどこに行っていたのか、うん、まあ、どういうお店に立ち寄っていたかということをですね、まあ、携帯電話の位置情報ですとかクレジットカード履歴、うん、それから監視カメラも使って徹底的に洗い出すんですね。うん、そしてそれをすべて、情報を開示すると、個人情報をある程度伏せる形にして時系列ですべて開示して、注意を周囲に促すと。はい、そして3番目は、まあ、医療崩壊を防ぐような仕組みも結構整っていまして、うん、まあ、ここは軽症の感染者をですね、まあ、公務員の研修施設のようなところに隔離して、はい、まあ、病院には優先的に重症の人が入れるような仕組みというのを作っています。うんうん、そして、まあ、加えるならばですね、まあ、海外から最後は帰ってくる人がコロナウイルスを持ち込んでいるというケースがありましたので、うん、これについては海外から帰ってきた人は2週間必ず家にいてくださいということを徹底しまして、これについては罰則付きでかなり厳しくしたんですね。まあ、これによって最後ですね、海外からの流入というのも最小限に抑えているというのが現状になります。まあ、徹底的なその PCR の検査、それから、まあ、その監視カメラなどでの、はい、まあ、その動き、それはなかなか日本でできるかどうか分かりませんけれども、うん、一方でその軽症者の方々の受け入れ施設をドドドドドッともう増やした、はい、作っていった、用意した、これは入院のそのトリアージというのは、まあ、韓国は見事に成功しましたよね。そうですね、まあ、初期段階ではですね、やはりその入院待機という人が、まあ、2000人以上ですね、出て、これかなり問題化したんですね。まあ、そこに対処するためにですね、まあ、その公務員用の研修施設だけじゃなくて、まあ、サムスンですとかヒュンダイといった大手企業もですね、社員の研修施設を全部提供して、うん、最大でまあ1万人以上の軽症患者を受け入れる体制を一気に作ったんですね。うん、まあ、これはまあ日本でも今ホテルなどで軽症の患者というのを受け入れ始めていますけども、はい、まあ、似たような仕組みをいち早く取り入れて、しかもまあそこにこう近くの大学病院の専門家がですね、まあ、医師ですとか看護師、まあ、それから医療機材もすべて持ち込んで簡易的なまあ病院を作って対応したというような形になってますね。韓国のソウルなんかはあれでしたっけ、はい、休業要請、お店の休業要請なんて出してましたっけ。はい、いや、お店についてはですね、例えばなんですけども、コロナの陽性患者が立ち寄ったお店については一定期間、まあ、2、3日ですね、消毒のために閉鎖ということはあるんですけども、うん、お店全体を休業してくださいということはないんですね。まあ、ただですね、夜の接客を伴うようなお店についてはですね、うん、これについては営業を自粛してくださいという勧告が出ていました。うん、で、市民生活に関わるところで言いますと、実は今週の日曜日までまあ、社会的距離を取りましょうということで、
まあ、会食ですとか、教会での集会を自粛するようにというような呼びかけがなされていたんですけども、うん、まあ、この一桁に新規の患者が落ち込んで抑えている状況ではあるんですけども、うん、その措置を5月5日まで延長しましょうということを昨日決めたんですね、うんうん、まあ、それだけ ですね、一気にこう緩めますと人の動きというのがまたわっと出ますので、うん、まあ、それによって感染が拡大していくというのを防ぐためにですね、まあ、徐々に段階的に、うん、人の動きを緩和していこうというような流れになってます、うん、韓国はいいお手本になりましたね、これ。大変韓国も一時、それこそ先ほどお話がありましたように1日 の新たな感染の数が数百名という状況もあったわけですけれども、その頃には軽症者が病院に入って入院病床を埋めてしまうというようなこともあって、それを改善してきて今日に至っているというふうに理解しています。で、韓国における一番 の問題は、問題というか、その功を奏したのはやはり2番目、先ほどご説明があった2番目のところで、位置情報等を、まあ、国民の理解を 得ながらだったと思いますけれども、はい、位置情報等をしっかり把握してですね、うん、でどこでどういうふうな行動を行ったのかということを逐一知調べて、そして、またそれを公表していくということを、うん、まあ、行ったというところに非常に特徴があると思います。で、そのことによって感染者の周りの感染拡大をしっかり抑えていくことができたと、うん、はい、ここは非常に特徴的だと思うのですが、我が国でこれをどういうふうに取り入れることができるかということが今後の課題です。조금 바뀐 게 있어요. 저도 영상, 저도 이제 보도자료 같은 거 많이 보면은 좀 화가 나는 부분이 좀 있어요. 이제 사람이 하는 거고 정책이고 처음 시행하는 거다 보니까 실수도 많이 이제 하고 생각치 못했던 문제가 이제 드러나고 그걸 하나하나 개선해가면서 하는 건데, 이전까지에 대해서 이제 한국 정부가 어떤 대책을 편다든지 이제 그런 식으로 이제 일본에서 그걸 이제 보도를 하면은 뭐가 됐든 많이 이제 소위 말하는 깠다고 표현을 하죠. 그런 경우가 많아요. 야, 이거 이렇게 하면 이러잖아요. 왜냐면은 심지어는 드라이브스루까지 일본에서는 지적을 했으니까, 옷을 매번 갈아입어야 된다는 등, 저거 그대로 하면은 드라이브스루 오는 사람마다 코로나 바이러스를 전달하는 게 된다는 등, 지금은 절대 그런 말 없죠. 이제 그런 것처럼 뭐 하나라도 꼬투리를 잡아가지고 이제 한국을 깎아 내리려고 했어요, 지금까지는. 근데 지금 이 좀 보셨듯이 이제 그 음주단속 장면에서도 그럴 부분 여지가 되게 많았어요. 손 소독제에서도 알코올이 나오니까 그거에 대해서 뭐 개선의 여지가 보인다 뭐 이렇게 말을 했는데, 전 같았으면은 이 정도로 안 끝났죠. 저거 의미가 없다는 등 뭐 어쩌는 등 뭐 이런 말이 되게 많았을 텐데, 분명히 이제 시험 지금 하고 있다고도 얘기를 하고, 이 미안해라는 사람은 좀 철저하게 하고 있다, 한국 철저하게 하고 있군요, 이렇게 절대 얘기 안 했던 사람인데, 이제 놀라는 게 이제 고양시 정부 지원금 신분증 들고 가서 서류 작성해서 이제 창구로 가면은 한 1분에서 2분, 이거를 불과 1, 2분 안에 카드지만 현금처럼 쓸 수 있는 이거를 받는다는 거는 솔직히 일본에서는 좀 힘들어요. 진짜 아직까지도 옛날, 조금 이거는 뭐 일본 비하하는 게 아니라 좀 바뀌어야 될 거라고 보는데, 정말 옛날 구시대적인 방법으로 아직까지도 지금 하고 있어요. 이상입니다. 안녕.